ニューサウスウェールズ大学、ニューサウスウェールズ大学、英語、ユニバーシティ・オブ・ニューサウスウェールズ、略称、アンスワ、または、アンスワ・シドニーは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州シドニーに、本部を置く公立総合学である。優れた、教育実績と研究成果により、アジア太平洋地域における最良の大学の一つとされ、オーストラリア国内においても、 オーストラリア国立大学やメルボルン大学と並び常にトップに位付けられている名門大学である。世界的にも高く評価されており、2017年の QS 世界大学ランキングにおいては世界45位に位置付けられ、ニューサウスウェールズ州内の大学では1位となった。また、ニューサウスウェールズ大学はオーストラリアの中でも特に優れた8つの 名門大学により構成されるオーストラリア8大学グループオブエイトの創立メンバーである。産業革命及び第二次世界大戦を通じて科学技術分野における高等教育の必要性が世界的に高まったことを受け、1949年ニューサウスウェールズ衆議会によりニューサウスウェールズ校科大学して設立された。オーストラリアの大学の中では 同じくシドニーに本部を構えるシドニー大学のほか、メルボルン大学やアデレード大学などに次いで8番目に設立された大学、ユニバーシティデるが、その歴史をたどると、大学の前身は、ニューサウスウェールズ州が大英帝国の植民地であった当時に設立された、シドニーテクニカルカレッジにまで遡ることができるため、国内では、 ウェスタンシドニー大学に次いで2番目に長い歴史を持つ大学であるとも言える。設立当初は土木工学、機械工学、電気工学といった分野に関する教育と研究が主体であったが、総合的な人間を育成するという観点から学生には人文科学や小学などの教育も並行して行われてた。1958年に公明を 現在のニューサウスウェールズ大学へと変更し、1960年には人文学部と医学部、1971年には法学部が新設され、大学の性格は、工科大学から総合大学へと変化していった。1951年には海外からの学生の受け入れも始め、その数は国内出身の学生とともに年々増加し、2000年に 入ると全学生の約5分の1が留学生で占められるまでになった。現在は5万人を超える学生が在籍しており、またそのうち1万人以上が国外出身の学生であるため、オーストラリアにおいて最も国際色の豊かな大学の一つとなっている。その他、オーストラリア国立演劇学院と学術提携を結んでいる。前述の通り、2017年の QS 世界大学ランキングにおいて45位に位置付けられており、ザ・タイムズ・ハイヤーエデュケーションの世界大学ランキングにおいても78位に位置付けられている。特に小学や経済学、工学や法学に強いことで知られており、同年の学部別のランキングでは、アカウンティングファイナンス部門で11位、オーストラリア国内では1位、ロー部門で14位、オーストラリア国内では3位、 シビルストラクチャルエンジニアリング部門では16位、オーストラリア国内では1位となった。学齢期の子供のための国内、国際アカデミック大会の運営などで、初等中等教育へも積極的に関わっている。ニューサウスウェールズ州内の大学の中では、2016年から2年連続で最も高校生からの支持を得た大学である。卒業生の雇用度も高く、2015年、 ザ・タイムズ・ハイヤーエデュケーションのグローブルインペロイビラティ、ウナバーセターンキングの中でも55位に位置付けられている。また、ニューサウスウェールズ大学は多くの富豪や CEO を輩出しており、オーストラリア国内の大学では最も多くの卒業生が ASX200 に上場して会社の CEO になっている。2013年、投資のワールド。 ストップ 100UNAVERSITIS4PRODUCING m i l l i n r s では33位に位置づけられており、オーストラリアの大学ではトップとなった。キャンパス内には多くの学生寮があり、常時4400人の学生が生活できる施設が整っている。これはニューサウスウェールズ州の大学の中でも最大規模である。その他、大学の提携機関によって運営される寮が キャンパス内や周辺に点在している。お茶の水女子大学、学習院大学、関西外国語大学、関西学院大学、京都大学、慶応義塾大学、国際教養大学、神戸市外国語大学、神戸大学、中央大学、東京大学、同志社大学、同志社女子大学、東北学院大学、東北大学、名古屋市立大学、北海道大学、 明治大学、立教大学、立命館大学、早稲田大学と提携、または協定を結び、積極的に留学生を受け入れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。